西村さん、はい、あの選手心理として、はい、2対0の時はまだセーフティーリードじゃないんですよね。はいはい、そうなんですよね。あの1点取られたら逆にさあ長里からのボールでしたが、逆に流れ変わりますからね。そうですね、1点取られたら逆に、あと上吾、上吾打てるか、戻して中町、3点目アビスパ福岡中町。いや今のフリーでしたよね。今日は得意の頭ではなく足で沈めていきました中町。本間もちょっとあれでは動けないですよね。今のシーンです。このボール上吾が残して残して中町の右足。先ほどから上吾に岡本もそうですけど、はいはい、ボールが入り出すという話をしたと思うんですけど、やはりそうなんですよね。この2人に入り出したことによってボランチが押し上げできる、はいはいはい、それを中町がね逃さずに押し込みましたよね。